ありがとうございます。先ほどまでは石井さんが、はい、まあ、海外に興味を持ったっていうきっかけから、まあ、国連職員になりたいっていうふうに思ったきっかけっていう部分も含めてお話をお伺いしたんですけど、まあ、この動画っていうところに関しては、まあ、コンサル会社に入って勤められてたっていう部分があると思うんで、はい、そこをお話をお伺いしようかなと思ってます。はい、はい、で、もともと大学卒業する前からインターン行ってて、はい、そこからプロパ、まあ、正社員に変わったみたいな流れですよね。はい、あ、そうですね。そこって何やってるコンサル会社なんですか？はい、と結構いろんなコンサルやってて、どちらかというと、まあ、リサーチが強い会社なのかもしれないんですけど、結構産業レポートだったり、そういうマクロトレンドのレポートを出したりしてて、でかつコンサルもやっているっていう会社ですね。うん、フロスト&サリバンっていう会社なんですけど、うんうん、まあ、そこで日本支社があって日本支社に勤めてたという感じです。あ、なるほど。あれ、元は本社はどこでしたっけ？本社アメリカですね。本当にマクロの視点で、まあ、市場マーケみたいなところを、はい、がっつりと、まあ、市場調査をするみたいな。あ、そうですね。はい、コンサルは何提供してるんですか？コンサルも本当に何でも提供してるっていう感じで、はい、その業界に特化したプロフェッショナルとかもバッと入れてやるって感じなんですか？戦略コンサルとか市場に参入する時の戦略だったり、 あとは M&A だったり、はい、まあ、どっかの会社がここに投資したい、この国に投資したいという時に調査とかをやってるって感じです。あ、なるほど。じゃあもっと大きい視点で、はい、まあ、今後この市場っていうのがシュリンクするかも可能性あるかみたいなところも含めて、はい、市場調査を、はい、あ、そうですね、そんな感じでいろいろ。実際じゃあインターンの時とプロパーになった時、はい、何か仕事の内容って変わったりしたんですか？そうですね、最初インターンの時は結構コンサル業務をやっていて、でコンサルタントの下で、まあ、コンサル業務の一部をスライド作ったりインタビューを行ったりマンケット の作成したりしてたっていう感じ で入ってから最初は、営業サポートみたいなところで、産業レポートとかをの販売形式ってサブスク形式でやっているので、うんうん、そのサブスクを会社に提供する時にどういうサブスクがいいのかとか、どういうレポートがあるのかっていうところの営業を一緒にやっていたっていう感じで、営業担当。面白いですね。産業レポートをサブスクで出してるんですね。はい、それだって企業さん向けにサブスクっていう形で産業レポートを毎週とか毎月出すっていうようなイメージですか？あ、そうですね、まあ、毎月っていうわけではないんですけど、本当にニッチな産業のところのレポートとかが出てて、まあ、どの分野 のサブスクがいいですかみたいな感じで、企業側さんがこう選んで、こことここの分野が欲しいですっていうことで引っ張ってきて、も新しいレポートが出たら見れるみたいな。あ、めっちゃ面白いですね。はい、そういうのがあるのか。実際実務は何することが多かったんですか？実務はでもプロジェクトマネジメントが多いかもしれないです。うん、基本的にプロジェクトでコンサルの案件を進めるにあたって、どうやって仕事を切り分けていくのかっていう感じで、そういうのをやってたりしました。はいはいはい、あ、そうなんですね。実際その時って外部も使うんですか？はい、いや、もう全部社内で。社内で。はい、あ、すごいわ。はい、やってました。じゃあ相当リソース持ってたんですね。そうですね、はい。インターンからプロパになるじゃないですか。はい、コンサル経験、はい、あんまりない状態でもやってるじゃないですか。はい、実際やってみてどうでした？大変でした？そうですね、大変でしたね。何が一番大変でした？一番辛いこと、コンサルやってて一番辛いこと、まあ、でも仕事が多かったっていうことですかね。なんか仕事が多くて、まあ、自分自身のこう営業の部分をやりつつ、あとコンサルの方もやってた時に労働時間が長くなったりして、プロマネみたいな感じなので指示を出すんですけど、指示をこう間違えてしまうと、まあ、その分の時間が無駄になってしまったり、回収するためにちょっと努力しないといけないみたいな感じで、そこがちょっと難しかったなっていう感じですね。まあそうですよね、人のコミュニケーションをプロマネではちゃんと考えないといけないんですけど、はい、じゃあ実際それで、いろいろ学ぶわけですけど、そこのコンサル時代から、辞めるっていうきっかけ、はい、っていうところって、はい、何かあったんですか？いや、まあ、基本的に労働時間が長くなってちょっと疲れたっていうのと、うんうん、あとはもうコンサルにフルにスイッチしたかったっていう希望があったんですね。その営業の方は、はいはいはい、最初はなんか体制を整えるだけみたいな感じの話だったので、もうコンサルだけをしたいっていう感じだったので、あまりそこの部分がこう叶わず、なかなかやりたいことができなかったっていうのと、あとコンサルをやっていくうちに、コンサルってなくてもいい仕事なのかなっていう思うようになっちゃって、まあ、基本的にやっぱり顧客の皆さんが自分のこと一番知ってるので、うん、自分でこういろいろ考えた方がいいみたいな感じで、もう少し実業に関わりたい、なんか一緒にこうリスクを取っていきたい企業みたいな感じでやりたいなということで辞めたという感じです、ね。ああ、そういうことか。はい、まあ、確かに、コンサルって何の責任を負わないんですよね。はい、悪い言い方をすると、はい、なるほどな。で、はい、それやめて、はい、でも元々って国連職員になりたいって思ってたわけじゃないですか。はい、ここから結構あれですか、はい、考え方が変わっていった感じなんですかね。ここはまだ国連職員になりたいと。はい、もうコンサルも基本的には国連職員になるためのステップとして考えてて、はいはいはい、
で次に、まあ、国連職員になるときになんか現場を見たいなっていうことでやっぱ発展途上国とかそういうところで生活したことがなかったので、うんうんうん、人道支援もやっぱ本でしか見たことがないので、はいはいはい、現場に行ってみたいっていうことで、はい、転職するときに、まあ、開発コンサルかもしくは NGO みたいな感じで迷ったりして最終的に NGO に向かったって感じ。あ、そうなんですね、はい、NGO はどこに行かれたんですか？ NGO は AAR JAPAN という日本の波を助けて、はい、AAR で現場での経験っていうところを目標にやってたんですか？はい、あ、そうですね、うん、なので駐在員ちょっとですねを取ったっていう感じです。なるほど。じゃあ駐在員の採用でどこ、はい、ウガンダですね。え、ウガンダ行ったんですか？はい、実際 AR に入るきっかけは分かったんですけど、はい、実際そこで何してたんですか？ AR では教育事業に携わっていて。ウガンダで教育事業やってるんですか？はい、ユンベっていう南スーダンの国境沿いにあるんですけど、そこで南スーダンから難民を受け入れていて、そこで難民に対する教育事業として人道支援を行っていたという感じです。で私はハード面を主に担当していて、なので学校の建設だったり学校周辺の設備のものとかをこう土木エンジニアですか、そのエンジニアとかと一緒に働いてやったりしつつ、あとはもう一つの大きな業務はカンパラに戻ったりして他の機関他の NGO とかと、まあ、調整会議をしたりしてたという感じです。あ、そうなんですね。え、じゃあ実際ウガンダに行くじゃないですか、はい、初の駐在ですよね、はい、実際やってみてどうでした？そうですね、現場自体はもう、カンパラに行った時に前任からいろいろ話を聞いたり、あとは書類とかいろいろ写真とか見るので、うん、イメージは持っていて、現場に行っても、まあ、大体イメージ通りだなっていう感じなんですけど、やっぱでも難民居住区めちゃくちゃでかかったっていうのはすごくあります、ね、それそんな大きいものなんですか？そうですね、ユンベという一番近い最寄りの町から難民居住区までだいたい車で1時間ぐらい で難民居住区内でもなんか学校から学校に行くのになんか1時間かかったりみたいな感じで。え、施設内の行き来のところで1時間かかるってことですか？はい、あ、マジ、はい、そんな大きいんですか？え、そこの居住地区、まあ、はい、避難地区みたいなところですね、はい、居住、はいはい、そこって何人住んでるんですか？ごめんなさい忘れちゃったんですけど、何万人とか、はい、でも当時は確か一番でかい難民居住区みたいな感じで、本当にそこは土地でなんか農地とかもあるんですか？はい、そこに。あ、農地もありますね。でもあまり農地に向いた土地ではないんですけど、すごい点々としてなんか本当にだだっ広い感じに家があって、うん、学校とかがあるっていう感じですね。なるほど。ウガンダに1年間ぐらい住まれるんですよ、はい、給与面とかってどんな感じなんですか？給与はコンサルよりは下がったんですけど、でもやっぱりこう生活がもうウガンダで、しかも難民居住区の近くなので、生活がほとんどかからないっていう感じで、給与面では確か20万ぐらいを日本円で手取りで受けてて、確かにウガンダで20万だったら全然高いですね、はい、であと生活費として現地ですかね、現地で600ドルを毎月支給されるみたいな。でも1週間分の野菜を50円ぐらいで買ってた。いや本当そうですよね、はい、めっちゃ安いですよね。めっちゃ安いですよね、はい、それで本当にいいのかと思うんですけど、え、でもたまに、はい、いや日本に比べたら安いんだけど値段ふっかけてるから、はい、ふっかけてくるから、はい、いやこれ高いだろっていう時ありません？安くなんかできる時ないですか？はい、はいはい、わかります。なんかそういうのめっちゃありましたよね、はい。あ、なるほど。じゃあウガンダにいらっしゃったんですね。はい、ありがとうございます。はい、この動画では、まあ、コンサル会社の経験と、まあ、NPO AR の団体で、はい、ウガンダで駐在どういう感じで働いてたのかというところをお聞きしたいんですけど、はい、まあ、次の動画ではちょっともう少し難民AR で働いてた時のことをお話しいただきつつ、今何をしているのかというところをお聞きしたいなと思います。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。